チャンネル登録してね。今日は何をして遊ぼうかな。あれ、巨大な模型が動いてる。助けて。なんだ、夢か。びっくりした。コナ君おはよう。おはよう。僕ね、今日巨大な模型に追いかけられる夢を見たんだ。怖かった。巨大な模型に追いかけられる？それは本当に怖いわ。そうだ。ネズミちゃんどうしたの？なんでもないわ。クマくん、今日はこれで遊びましょう。なにこれ？これはティラノサウルス骨格模型キットよ。楽しそう。早速組み立てていきましょう。これが中に入っていたパーツだね。その他に爪切りやハサミを用意してね。まず背骨と後ろ足を組み立てるわよ。これとこれを持ってはめ込む。グッと。できた。はめられない時はお家の人に手伝ってもらってね。次は背骨に肋骨を差し込んでいくわ。ほら、そう、これにはパーツをつなげている部分があるから、ハサミなどで切り取ってね。はーい、パチッと、できた。よし、これもここに差し込めばいいのね。ちゃんと入ってるかな。この骨盤を両方とも差し込んでバチッとはめる。後ろ足を差し込んで、足大きい。ティラノサウルスの体だね。でもまだ頭がないよ。大丈夫？大丈夫。今から頭骨、頭の部分をつけて台座に立てていくわ。頭をつけて背骨とつなげるわ。次は台座に立てましょう。ポールを差し込んで、立った。やったー。見て、口が動くわ。すごい。こんにちは、僕はティラノサウルスだよ。組み立ててくれてありがとう。クマくん、でもまだ完成じゃないわ。そうなの？最後の仕上げよ。前足などを組み立てていくわ。いっぱいはめ込もう。前足はここ。最後にこれをポールで立てて完成。今度は本当にできた。リアルで超かっこいい。今にも動き出しそうね。これはこのティラノサウルスと比較した時の人の大きさよ。こんなに人が小さいの？これじゃあ僕たち片足で踏みつぶされちゃうよ。本当ね。ティラノサウルスは全長12から13メートルもあるのよ。13メートル？陸上の肉食動物の中で史上最大級の生き物なのよ。すっげー。僕の頭なんて簡単に口に入っちゃうね。それじゃあ強さも最強だったのかな。噛む力は人の35倍以上らしいわよ。さ、35倍。他の恐竜の骨まで砕いて食べていたらしいわ。すっごーい。この形といい、強さといい、ティラノサウルスかっこいいな。僕の憧れだ。あれ、このティラノサウルス今動かなかったかしら。さ
ずめちゃんまだ寝ぼけてるの？ここにゴミ置き場があるよ。よし、捨ててこよう。こら、あなたたち、ゴミは分別しなきゃダメじゃない。これで吸い込んでやるわ。うわー、ていきなり車に吸い込まれちゃった。チュッチュッチュッチュ。ここから出たかったらゴミについて勉強しなさい。できなかったら一生このままよ。それは絶対嫌だよ。せいぜい頑張ることね。行っちゃった。何かあるよ。クイズに正解してゴミお化けを倒せだって。ゴミお化け？出た。早速クイズ出してきた。どっちだろう。僕はいつもそのまま捨ててるよ。僕もそのまま捨てちゃってるんだよね。そしたら丸かな。でもスーパーとかで分けて回収って見たことあるんだよね。そしたらバツかな。みんなはいつもどうしてる？そのまま？分けてる？えい、罰にしちゃえ。やった、正解みたいだよ。ペットボトルのキャップとラベルは一緒にリサイクルできないため分けて捨てましょう、だって。僕初めて知った。これからは分けて捨てなくちゃね。また出てきたよ。次はどっちだろう。ライターは火がつくからきっと燃えるゴミだね。ライターからは火が出るけど、ライター自体は燃えないんじゃないかな。みんなはどう思う？僕は×だと思うな。じゃあ×だ。正解だ。やった。ライターを燃えるゴミで捨てると爆発する場合があるんだって。それは危ないね。ライター以外にもスプレー缶も燃えるゴミで捨てちゃいけないんだって。捨てるときは注意しなきゃいけないね。またまた出てきた。最終問題だって。ゴミを捨てるタイミングか。ゴミが溜まったらすぐ捨てた方がいいんじゃない？いいのかな。そうしないと部屋の中が臭くなっちゃうよ。確かに。でもゴミ捨てるのって毎回朝に頼まれるんだよね。そうだね。きっと朝って決まっているのかも。そしたら罰にするよ。罰にしよう。この問題に正解したらグッドボタンを押してね。やった、正解だ。捨てる時間も決まっていたんだね。夜に捨てたりすると放火される可能性があるんだって。それは怖い。よし、脱出だ。それに
にしてもゴミ捨てって気をつけることがたくさんあるんだね。間違えた捨て方をすると大事故につながっちゃうんだね。みんなもゴミ捨てるときはしっかり分別しようね。ゴミの捨て方は住んでるところによって違うから気をつけるのよ。次の話はこれだよ。これアイスじゃん。学園キッズ TV、 ここにチャンネル登録ボタンがあるわよ。絶対チャンネル登録してね。今日も暑いね。お腹も空いた。二人とも、これ一緒に食べない？何これ？人参じゃん。僕人参苦手だからいらないよ。あら、そう。僕は一つもらおうかな。甘くて美味しい。そうでしょ。土の部分も食べられるのよ。これどうやって作ったの？それじゃあ今から一緒に作ってみる？作りたい。人参は土から生えてくるんでしょ？どうやって作るのさ？作り方が気になる子はグッドボタンよ。用意するものはこれよ。これで人参ができるの？できるのよ。まずはホワイトチョコを溶かして、赤と黄色の着色料で色をつけていくわよ。ここでクマくんに問題です。なになに？赤と黄色を混ぜたら何色になるでしょうか？青。ぷっぷー、オレンジでした。オレンジか。オレンジ色のチョコができたら、門の周りにチョコをつけていくわよ。コップにチョコを入れて、コーンをチョコの中に入れるんだね。そうよ。とんがり帽子みたいだね。できたら冷蔵庫に入れて冷やしておいてね。はーい。その間にこのクッキーで土の部分を作りましょう。食べられる土だね。クッキーを袋に入れて棒で叩くのよ。僕に任せて。ストップ。粉々にならないくらいで大丈夫よ。もっと叩きたかったな。クッキーはこの入れ物に入れてね。そろそろチョコが固まったかしら。この後どうするの？オレンジ色のお砂糖をコーンの周りにつけるのよ。うわー、綺麗。そうでしょ。これを砕いたクッキーの上に刺して、コーンの中に好きなアイスを入れるわ。何味のアイスにしようかな。僕バニラ。2つの味を入れてもいいのよ。あ、それ美味しそう。僕うまく入れられないかも。そういう時はアイスを袋に入れて、先を少し切ってギューって絞りながら入れるといいわよ。本当だ。僕も上手にできたよ。そしたらオレンジシュガーをアイスの上にかけて冷凍庫で凍らせましょう。固まったみたいね。最後に少し穴を開けてこの葉っぱを飾ったら、人参アイスの完成。簡単にできたね。そうでしょう。あれ、クマくんは？ちょっとお昼寝してた。はい、クマくん、できたよ。ぎやっぱり人参じゃん。いいから食べてごらんなさいよ。とっても甘くて美味しいわよ。あれ、甘い匂い。そうでしょう。これアイスじゃん。さっき一緒に作ったやつだよ。これを作ってたのか。僕この人参なら食べられるよ。みんなも作ってみてね。次の話はこれだよ。うわー、ほらだー。赤ちゃん猿もいるわ。ちっちゃくてかわいい。
ちは群馬サファリパークにやってきたよ。大きいライオンの顔がある。ここでは車に乗りながら動物の様子を近くで観察したり餌をあげたりできるのよ。あ、見て見て、あのバス動物みたい。次はサイのバスがやってきたね。僕もあれに乗りたい。あ、こっちに来てくれた。よし、これに乗って動物探検出発だ。おお。今日は僕が動物を紹介していくよ。ラッコくんが？今日のためにたくさん勉強してきたんだ。だから任せて。ありがとう。最初はトラ、ライオンゾーンだよ。普通の動物園では見られないライオンが群れで生活する様子も観察できるよ。楽しみだな。うわー、トラだ。これはホワイトタイガーって言うんだよ。ホワイトタイガー、名前がかっこいいわ。気持ちよさそうに寝てるな。いいな、僕ものんびりお昼寝したいな。ホワイトタイガーの体毛は白色もしくはクリーム色で黒の縞模様を持っているよ。目の色はほとんどがアイスブルーなんだって。アイスブルー？でも目を閉じてるから見えないよ。おーい、ダメだ、起きないよ。実はこのホワイトタイガー日本では35頭しかいないからすっごく珍しいんだよ。あれはライオンだ。たてがみが立派だな。なんかすっごく堂々としていてかっこいいわね。ライオンは夜行性で1日のうち20時間は木陰や木の上で休憩して過ごすんだって。それじゃあ僕たちが起きている時間はいつもゆったりしてるんだね。あ、動いた。ここではみんなで並んでまったりしているわ。仲いいわね。何のお話をしているのかしら。多分お腹空いたね。うん、お腹空いたって言ってるんじゃない？それはクマくんが思っているだけでしょ。何を考えているんだろう。わあ、奥に隠れているライオンがいるよ。これはたてがみがないからメスよね。こっちにもいっぱいいるわよ。なんか楽しそうに遊んでいるね。ライオンやトラってすっごく凶暴そうなイメージがあったけど思ってたよりずっと可愛かったわ。次は日本の動物と出会える日本ゾーンだよ。ああ、クマくんよ。僕はここにいるよ。あれは僕のお友達かな。日本付きのワグマって言うよ。寝ているわ。やっぱりお昼寝が大好きなんだね。僕と一緒だ。気持ちよさそう。こっちにも寝ているクマがいるよ。日本付きのワグマは冬眠前はよく食べて夏より10キロも体重が増えるんだって。10キロも？じゃあそろそろ僕も冬眠の準備に取り掛かろうかな。こっちにお猿さんがいっぱいいるわよ。これはホンドザルっていうよ。森林で数十頭から数百頭ほどの群れを作って生活してるんだって。赤ちゃん猿もいるわ。ちっちゃくてかわいい。隣の大きい猿はお父さんかな。ああ、ちゃんと子供を守ってあげているね。群れで喧嘩とか起きないのかな。実は群れには社会構造があってそれぞれに順位をつけて暮らしているらしいんだ。そうなんだ。あ、怒った。はあ、たくさんの動物を近くで見れたね。楽しかった。次はバスから降りてさらにこんなに近くで動物と触れ合ったりライオンに餌をあげたりするよ。絶対見てね。発見キッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるわよ。絶対チャンネル登録してね。